ていたぞ今王よ。遥か故郷より魔界に来たること幾星霜、この日を夢見続けてきたんじゃ。今日という今日は決着をつけてやるぞい。面白い、この魔王ラハール、逃げも隠れません。ちょっとラハールさん、まさか本気であの人と戦うつもりじゃないでしょうね。本気だが、それがどうかしたか。ラハールさん、あなたという人は。フロンちゃん、ここは殿下に任せましょう。でも。さあ、友達よ、わしに力を貸してくれ。仲間がいたのか。友達。またゾンビか。どうじゃ、長年の魔界生活で培った友達じゃ。行くぞ今王よ、今こそ我が使命を果たさん。よかろう、来い勇者よ。それ
力をください。はい。それ。それ。
それ。
ラハールさん、どうしてですか？どうして負けてあげなかったの？あなたはちゃんと優しい心を持っているはずです。それなのにどうして？うるさいやつだな。悪魔の俺様に優しい心なんて初めからあるわけないだろう。お前の見込み違いだ。残念だったな。見損ないました、ラハールさん。あなたは最低の。いいんじゃよ、お嬢ちゃん。え？これでいいんじゃ。わしは満足しておるよ。どういうことですか？お嬢ちゃんにはちと難しいかもしれんが、勇者には勇者の生き様、死に様があるんじゃ。わしも地球勇者などと呼ばれておったが、年老い死して今となっては魂だけの身となり果ててしもうた。勇者として生きることもできず、勇者として死ぬこともできず、この魔界をさまようだけの日々。どんなに情けなかったことか。しかし最後の最後に地球勇者として戦うことができた。勝つことはできんかったが、後悔はない。むしろ晴れ晴れとした気分じゃ。それは魔王の坊やが本気でわしと戦ってくれたからじゃ。おかげでわしは思い残すことなく旅立つことができる。ありがとう。勇者が魔王に礼など言うな。俺様は魔王としての使命を果たしただけだ。ピッピッドピッロピッドロロ。ああ、ゴードン、サーズデーが。おい、しっかりするんだ、サーズデー。喋っちゃダメよ、サーズで。エネルギーを消費してしまうわ。も、お、い、い、んです。ジェニファー。それよりも、サーズでは、役に立ちましたか。サーズデイ。ああ、もちろんだ。もちろんだと思う、サーズデイ。これまで数多くの冒険を乗り越えてこられたのも、すべて君のサポートのおかげだ。私たちは三人揃って初めて地球勇者なんだ。だから、行かないでくれ、サーズデイ。よかった。大切な思い出を、ありがとう。若き地球勇者よ、良い仲間を持ったようじゃな。わしにもそんな仲間がいたら違った生き方ができたかもしれんの。これはわしの地球勇者としての最後の仕事じゃ。はあ。
柱、サーズデーの回路が直っているわ。ということは、ピロッピロッピロッ、おはようございます、キャプテン・ゴードン、ジェニファー。おお、サーズデイ、あー、よかった、サーズデイ、ありがとう。なんてお礼を言ったらいいか。いや、元はといえばわしの責任じゃからな。礼を言われると恥ずかしいわい。さらばじゃ、若き勇者たちよ。その仲間を思う心、忘れるでないぞい。初代地球勇者ドン・ホアキンの魂に敬礼。人間の中にも少しはマシな連中がいるのだな。殿下もそれなりに魔王ぶりが板についてきたんじゃないですか。当たり前だ。俺様を誰だと思っている。魔王ラハール様だぞ。あの、ラハールさん、私、ラハールさんの本心も知らずにひどいこと。おう、そういえば俺様のことを最低のとか言ってたよな。あの最低のの後にはどんな言葉がつながる予定だったのだろうな。それは。うん、それはぜひ聞きたいな。私も聞きたいわ。いつも愛を説いてるフロンちゃんの口からどんな汚い言葉が出ようとしてたのかな。証拠隠滅だ。あー、サーズデー、なんてこった。大丈夫か、サーズデー。極悪天使だな、こいつ。うん、悪魔より立ちが悪い。そんなワンタッチで計算できるのよ。今ならこのサーズデーに高枝切りバサミと穴あき包丁をつけて、なんと29,800ヘル、29,800ヘルよ。さあ今すぐお電話ください。
予告。